どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ゴジラマイナスワンのファンアート紹介企画を始める件と、アカデミー賞授賞式を盛り上げていくために、ゴジラマイナスワンの海外レビューを翻訳してお届けしようと思います。連日、大ちゃんの映画部屋の動画のご視聴ありがとうございます。ゴジラマイナスワンのファンの皆様、お疲れ様です。金曜日の夜はどうお過ごしでしょうか。本日は1日なので、映画にとってはファーストデーとなり、チケットが安く購入できる日になっております。もし、まだ行けるような時間に、ゴジラマイナスワンの上映が行われていましたら、ぜひ鑑賞してきてください。俺の本拠地である日比谷の東宝シネマズも1日1回の上映になってしまいまして、非常に寂しい状況ですけどね。新作映画ラッシュで鑑賞しに行くこちらも映画の選択に迷ってしまうほどの数なので、公開4ヶ月が経過するゴジラマイナスワンが公開関数や上映回数が減らされるのは当然なので、致し方ないんですけどね。ゴジラマイナスワンは、昨日の時点で、興行収入 59.4 億円に到達しているとのことで、間もなく累計興行収入60億円突破なんですが、ちょっと息切れ気味なので、刺激が欲しいところです。ここは、10日後に迫ったアカデミー賞授賞式で、視覚効果賞を受賞して、思い切って IMAX での再上映や、ドルビーアトモスの再上映などを実施して、国内興行も有終の美を飾ってほしいところです。本日からアカデミー賞の授賞式まで、毎日ゴジラマイナスワンに関する動画をアップしていくんですが、皆様、見たい動画、こういった企画をやってほしいというリクエストがありましたら、コメント欄でぜひ教えてください。大ちゃんの映画部屋としては、先日発表した山ちゃんによる現地ロサンゼルスの様子をお伝えする大型企画が控えており、そちらをガンガン押していく次第です。このアカデミー賞ウィークはこれまで以上に動画アップ率が高いと思いますが、皆様楽しみにしていてくださいね。しかしながら、大ちゃんの映画部屋の本当に長く続いた激闘もアカデミー賞授賞式終了後にやっと終わりが見えてくるかと思います。どういった結果になるかはまだわかりませんが、ゴジラマイナスワンの国内上映が終了するまでは、大ちゃんの映画部屋ではゴジラマイナスワンを全力で支援していきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ゴジラマイナスワンの次はどうするのと聞かれることもあるんですが、大ちゃんの映画部屋のスタンスはこれまでと変わらないです。映画館にたくさんの人が集まることを目標としているので、これは面白そうだという作品があったら、ガンガン魅力を紹介していきます。ゴジラ、コング、新たなる帝国も上映開始されるので、もちろんプッシュしていきます。そして、他の映画もたくさん推していきます。世の中の映画ファンの方々が、心地よく過ごせるチャンネルを目指して、邁進していきますので、いっぱい遊びに来てくださいね。昨日の動画で、アカデミー賞の公式から、オスカーズビジュアルエフェクスノミネートショーケースという動画がアップされていて、視覚効果賞ノミネート作品を紹介してくれているんですが、日本のファンからのコメントが少ないので、皆様もグイグイとコメントしちゃいましょうとお願いしたんですが、多くの方が賛同してくださり、日本語のコメントが増えてきました。ご協力本当にありがとうございます。皆様、最後まで一緒に全力でゴジラマイナスワンを応援していきましょうね。前置きが長くなりましたが、本日の本題に入っていきますね。ゴジラマイナスワンが本当に多くの方に愛されているなぁと感じる面の一つとして、ファンアートの多さがありますね。連日多くのファンアートがウェブ上にアップされており、見ているこちらをワクワクさせてくれます。そこで、ちょっと個人的にいいなぁと思ったファンアートをいくつかご紹介させていただきます。皆様のお気に入りになるものもあったら嬉しいです。よかったらゆっくり見ていってください。それではどうぞ。
はい、様々なテイストのファンアートがありますが、どれも愛が詰まっていて非常に素晴らしいですね。こういった熱意の塊のような作品は多くの方に見てもらえるとなおさら輝くと思います。またいいなと思ったものがありましたらご紹介しますね。続いて海外レビューに関してです。ゴジラマイナスワンは世界30カ国以上で公開されて、累計興行収入は1億ドルを突破し、大手映画批評サイトのロッテントマトでは評論家スコア98、一般オーディエンススコアも98という驚異的な数字を叩き出しております。公開期間中もこの数字は98以下に下がることは一回もなく、これはロッテントマト解説史上極めて異例な事態だそうで、邦画実写作品としては史上初の快挙となっております。そして全米を筆頭に100近い賞にノミネートされており、30近い賞を受賞しています。ということで本日は現地日系企業である佐藤カンパニー様の尽力により独自の吹き替え版を制作して 4DX、IMAX などでの上映も実施されて大きな話題となったブラジルでのレビューを翻訳してご紹介するので、ゆっくり見ていってください。それではどうぞ。ゴジラマイナスワンは近年稀に見るアクションエンターテインメント作品の傑作だ。ブラジルでは日本映画、特に実写映画が公開されることはあまりなく、興味本位で劇場に鑑賞しに行った。それは大正解だった。この日本のモンスター映画はハリウッド映画なのかと錯覚するほど美しい映像表現に、強烈に印象に残る音楽が映画を見に来たという心地よさを最高潮に高めてくれる。ゴジラというモンスターを劇場で鑑賞したのは初めてだったのだが、本当に盲点だった。全体的に派手すぎない作風だが、それでもインパクトに残る演出が成立しているのは日本の人々のきめ細やかな技術の結果だろう。時折ゴジラはホラー映画のキャラクターのような怖さを携えて画面に戻ってくるんだが、街で暴れるシーンは狂気そのものだった。もうすぐクリスマスだ。ゴジラが私の街に上陸して暴れないことを心から願うよ。私は凄すぎる体験をしました。映画館の中で時代を逆行して遠い過去の異国の地の日本でゴジラに遭遇しました。私は無事に逃げ切ることができましたが、まだ何人か劇場に取り残されているかもしれません。さて、冗談はさておき、ゴジラマイナスワンは素晴らしい作品です。先ほど時代を逆行したとお伝えしましたが、そう錯覚するほどアナログな終戦直後の日本の世界を映画の中で再現していたと思います。日系人の家系の私は日本にルーツがあり、歴史を勉強してきました。多くの資料を見てきましたが、映像で展開する終戦直後の日本の様子に釘付けになってしまいました。そしてゴジラという怪獣の強烈な暴れっぷりには参ってしまいました。心温まる日常風景が描かれた後に大きな悲劇が訪れるのですが、ゴジラよ、もう暴れないでと心の底から願ってしまいました。しかし映画のラストには大きな感動が押し寄せてきて、本当に面白い映画に出会えたと実感しました。最後に、すべての人々とゴジラに平穏が訪れますように。東方が誇る大怪獣ゴジラがスクリーンに帰ってきた。ゴジラは反戦反核の象徴であり、日本の人々の中では怪獣王としても知られている。私は昭和シリーズというゴジラと敵の怪獣が戦う作品を中心に鑑賞してきて、強くてユーモラスなゴジラが大好きだ。敵の怪獣をなぎ倒すゴジラにずっと憧れていた。そんな私はゴジラマイナスワンを鑑賞して腰が抜けそうになった。スクリーンの中ではとんでもないモンスターが人々を踏みつぶして熱戦で街を吹き飛ばしていたんだ。怖くて怖くてしょうがなかった。これこそがゴジラの真の姿なんだと実感したよ。しかしながら今作のゴジラも最高だ。昭和シリーズにはない別次元のカリスマ性を秘めている。どんな形であれゴジラは私の永遠のヒーローだ。ずっと推していくよ。って感じですね。ブラジルの方々の中にはゴジラマイナスワンの虜になっている方もいるようで、非常に嬉しいですね。
ブラジルなど南米の方々のレビューは感情表現豊かで擬音も交えていたりするので、とても面白く読めます。もし希望があればまた別のレビューも紹介しますね。次回はまた別の国のレビューになります。そちらもお楽しみに。引き続き大ちゃんの映画部屋ではゴジラマイナスワンを筆頭にゴジラコンテンツをしていきます。皆さんも一緒に応援していきましょうね。最後になりますが、まだゴジラマイナスワンを劇場で鑑賞されていない方、もう一度鑑賞しようか迷っている方、ぜひ劇場に見に行きましょう。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。